お客さんにはみんなこの色プラス数字の紙を引いてもらったと思います、うん、で今回はちょっと分かりやすくするためにこれ4までしかないです。1から5か5までしかないです。ライブの時は50まであるんですけど、まあ、このぐらいのマスの説明したいですんで、ね、で当日にツイッターで僕ら動画を出すんですけど、そこにこれを引くじゃないですか、はいはい、これの引いた後にどういう順番で入場するのかというのがこれで決まりますよ、はい、運命ですね。これ本当に運なんで、まずはじめにタクマの持っている方にはこうやってピンポン玉に色が書いてあるんですね。紫とか、はい、特に色がまず書いてあります。で、厚みを持ってる方にはこのように数字が書いてます。これちょっと50まであったりとかするんで、ちょっとあれだな、若い数字ちょっと置いとこうかとか、こんな感じ、まあちょっとね、こんな感じガラサガサっと起こして、これをですね、はい、僕らがその日動画でですね、まず引いたものをですね流すんですけど、これが入場の順番になるということです、ね、はい、でまずはじめにこっちの色のやつを引きます。これを一個一個引いていきます、はい、これがまず、この順番をちょっとまず覚えてほしいんですけど、じゃあガラ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 黄色、はい、これ俺ら覚えられるかな、どうも黄色、赤、順番が見えよ、黄色、赤、黄色、赤、紫、うん、まあ文章にもまとめましょう、うん、黄色、赤、紫、緑、白、青という順番で引きました、はい、黄色が1番、紫が2番だっけ、紫2番、赤3番みたいな感じでこのように引いていきます、はい、続きは戻しまして、はい、でその後にですね、ここから番号を1個引きます。これ今ね1から5までしかないのでね、すごい4が出た、すごい4が出ました、はい、たまたま4が出ましたね。というわけでちょっと今紙落としちゃったんですけど、これで、どのようにして順番が決まるかと言いますと、まずはじめに黄色を僕が引いたじゃないですか、はい、黄色の紙を持っている人が、まあ、いますよね。で今黄色がここに1から5じゃねえんだ、1から4まであるんですけど、黄色の4番、はい、これがいわゆる整理番号が最初になります。黄色の4番を持っている人が一番最初に入場できるわけです。でそのままで、これがまあ4だからまああれなんですけど、4の後1に戻ります、例えばなんですけど、50枚のうちにじゃ僕は24番を引いたとする、そしたら24、25、26っていう順番で黄色のね入場していくんですけど、50までいったら次は1に戻ります。で1からまたどん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 やっていって、で黄色が終わるじゃないですか、黄色が終わりましたってなったら、次紫だっけ、うん、次紫になります。紫の、同じ番号、さっき20いくつでちょっと例えたんであれなんですけど、4番ですね。じゃあ4番だったら次黄色が全部終わったら紫の4番の人が次に入場できます、うん、でこれも、まあ、例えば50だったら456788っていうふうにいってって、また1に戻ってって、これの繰り返しになります、はい、なので今6回引いたじゃないですか、最後に引いたの、まあ、もう覚えてないですけど、覚えてない、まあ、それで最後に引いたのの場合はその人たちは一番遅くなって、でこっちの引いた番号、ここからやっぱスタートになるので、はい、だからまあ最悪の場合、はい、例えばガラガラガラって一番最後に引いたのが青だとして、でこっちで引いたのが4だとするじゃないですか、うん、そしたら青の3番の人が残念ながらちょっと入場が最後になってしまうというような感じなんですけど、分かりますこれ、分かります、はい、じゃあ大丈夫か、多分分かると、まあまあ適当に引いてれば大丈夫だし、順番間違ってきたらコラッと怒られるだけなんで大丈夫です、はい、怒られましょう。そんな感じで2月1日から7日まで毎日これをやっていくんでね、ちょっと抽選とかでね、毎日毎日この入場の順番が結構変わったりとかするんで、皆さんも楽しんで僕らも楽しみたいなと思うんで、よろしくお願いします。